2K ニュースです。新潟県の花角英世知事は28日、定例記者会見を開き、夏場の電力需要逼迫やマスク事情などについて答えました。東北電力株式会社が29日に電力が逼迫する恐れがあるとしたことについて、花角知事は、まだ特定の時間帯を指して節電を要求されるような事態には至っていないが、しっかりと情報を確認していきたいと思うと話しました。続けて、猛暑が予想される今夏の対策について、時間帯が特定されるような段階まで来れば最大限やれることをやらなくてはと思う。これから行われる施策の中には企業の省エネ設備への転換支援制度も盛り込んでいるので、電気を食わない設備の使用や携帯に変えていくことは重要。県として取り組めることは最大限行っていくと語りました。一方で、夏場のマスク着用に関しては熱中症のリスクもあることから、国では状況による着脱を推奨し、県でもそれに準じていますが、花角知事は、日本社会の同調圧力の強さみたいなものがベースとしてあるのかもしれない。過剰な同調圧力のようなものは考え直さなければと思う。特に新潟県は非常に慎重、あるいは周りを気にする気質があるかもしれないので、もう少し丁寧に適切なマスクの使用を県から発信していきたいと話しました。 2K ニュースでした。